はい、今西おこっぺ村から、おこっぺ町に向かって、走ってます。国道の一本隣の道です。で、今ですね、これどこに来てるかって言ったら、昔の、中茂小学校跡に来てます。あの夏混ぜて遊んだりしてたしてる、あの千歳の T さんですね。その人が小学校時代通った小学校です。中茂小学校跡ですね、今はね。そしてなんかこのようにですね、古い教員住宅が残ってます。そんなことで、でこの先2キロぐらいのところから左に入っていくと、その人の T さんの家があったそうなんで、そこまでですね、あのこの道を走ってみたいと思います。はい、で今ですね、この学校跡は誰かが買い取っているんですね。で、あ、今日がありましたね。あの日があって、ずっと奥に古い校舎の一部が残ってるなって感じがします。そんなことで、日があったというのは、あの、中茂小学校跡っていう日ですね、それがありました。その普通の国道は一山向こう左側のですね、だ今はたくさん言えないけど、その昔は子供がいっぱいいたと考えていいですから、たくさんの子供たちがいて家もあったということですね。あのこの川は何川だったかな、その上州崎から来る川ですね、モーコッペ川でいいかなと思います。モは子供、ちっちゃいというおこっぺ川の子分という感じですね。もう結構来てますね。子供が歩くったらなかなかの距離です。そうしてですね、まもなく橋渡るんですけど、その T さんの家は今の左上の方にあったって、あの予想します。途中まで一度行ってるんですけどね、あの熊がいるから、あの途中で戻ってきた。この橋は渡るんですよ。この橋を渡ったところで、すぐここに道ありますね。で、これもあの牧草畑沿いの道なんですけど、この道の感じで上がっていったんじゃないかなってあの考えます。で、道はですね、この牧草畑のここにも道があって、これも上がっていく道あるんですね。どっちか上の方行ったら一緒になるんじゃないかなと思ってます。そんなことで、昔、そして T さんが歩いた道を、今日車載カメラで撮ってみました。はい、そういうことです。おしまい。